みんな、働く車の時間だよ。パトカー、救急車、消防車、いろんな働く車を見てきたけど、今日はバスの運転手さんの一日を紹介するよ。僕もバスの運転手さんを目指して、いろんなことを体験させてもらったんだ。最後まで楽しんでみてね。ガチャガチャピンピン、ガチャピンチャンネル。ですぞ。みんなやっほー、ガチャガチャピンピンガチャピンです。今日も千葉県の幕張にある平成バス新都心営業所さんに来ているよ。今回はあるお願いをしようと思っています。ガチャピン、こんにちは。新都心営業所運転士の高橋です。よろしくお願いします。高橋さん、今日はよろしくお願いします。実は僕、バスのことをいろいろ聞いていたら運転士さんになりたくなっちゃって、ぜひ働いてみたいと思うんです。だからお願いが。じゃあ今日は運転士さんになったつもりでどんな風に働いてるか見ていこうか。話が早い、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。ガチャピンチャンネル。じゃあこれから運転士さんのお仕事を始めていくよ、はい、準備はいいかな。わかりました、バッチリです。運転士さんは出勤したらこちらの検査機で検査を行ってもらいます。これは何の検査機なんですか？これはね、アルコール検知器なんだよ。アルコール検知器、警察でもやっているやつですよね。そう、運転手さんは出勤したら必ずアルコール検査を行わないといけないんだよ。なるほど。じゃあガチャピンもアルコール検査やってみようか。僕もですか？僕まだ5歳なのでお酒はいただいたことないんです。それでもね、やらないといけないんだよ。厳しい、でも大切ですね。どうやってやるんですか？はい、こちらに息を吹きかけてください。はい、わかりました。ふぅー。高橋さん、結果は？うん、大丈夫そうだね。よかったって、なんか謎に安心しちゃいますね、これ。アルコール検査が終わったら、次はこの紙を持って運行管理者に報告をします。ふんふん。そして乗るバスを確認してからバスの点検を行うので、バスの方へ向かいましょう。了解です。じゃあこれからバスの確認をしていくよ。はい、確認ってどんなことをするんですか？始業前の点検は、ステーキのチェックからハンドル、ブレーキのチェック、タイヤのチェックやエンジン周りの確認など、バスが安全に運行できるように完璧にチェックしていくんだ。こうやってバスの周りを確認したら、営業所に戻って始業点呼を行うよ。わかりました。ここではバスの点検が終わった報告をしたら始業点呼を行っていくよ。免許証など必要なものを見せて、健康状態、運転上の注意点を確認して、最後に下故障をするんだよ。下故障って何ですか？下故障は確認ミスとか不注意で起きてしまう事故を防ぐためのものなんだよ。せっかくだし、ガチャピンも一緒に下故障をしてみようか。できるかな。でもこれも僕がバスの運転手さんになるためには必要なことですもんね。やります。じゃあガチャピン、私と一緒に復唱お願いします。はい。本日の重点項目確認よし。本日の重点項目確認よし。ありがとうございます。あ、こちらこそ。ちょっと緊張しました。でもこれでバスに乗れるんですよね？そうだね。いよいよバスが出発するから、一度着替えてバスの方へ向かいましょう。はい。ガチャピン似合ってるね。ありがとうございます。じゃあバスに乗ろうか。はい、ガチャピンチャンネル。それじゃあこれから運転するんだけど、さすがに外に運転することはできないから、今回は運転手さんになったつもりでバスに乗ってくるお客様のマナーをチェックしてみて。マナーチェックですか？そう、
バスにはたくさんのお客様がご乗車されるけど、中には他のお客様のご迷惑になるような行動をする方もいるので、そういう方に注意してみて。なるほど。僕はマナーにうるさい恐竜って有名だからね。嘘だけど任せてください。じゃあお客様が来るよ。準備はいいかな？ OK です。それでは出発進行。扉を開けます。もしもし、もしもし。あのね、今日ねすごいいいことがあったの。あのお客様、車内での携帯電話のお話は他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。さすがだね、ガチャピン。携帯での通話やゲーム機などで音を出すのは他のお客様のご迷惑になってしまうので注意しないといけないんだよ。はい、分かっております。それでは次のお客様ご案内。お客様、バスの中でつり革で遊ぶのは僕も遊びたいので独り占めしないでください。違うよ。え、あ、そうか、一緒に遊びましょうだ。そこじゃなくて、バスの中でつり革で遊んだり大きな声を出して騒ぐのも他のお客様のご迷惑になってしまうので、彼も注意しないといけないんだよ。そうなんですね。そうだよ。他にも優先席をお年寄りや体の不自由な方に譲らない、ゴミをバスの中に捨てるなんていうのもマナー違反になってしまうので、これも注意しないといけないんだよ。わかりました。僕もちゃんと気をつけます。ガチャピンチャンネル。終わりましたね。運転お疲れ様でした。いえいえ。運転が終わった後はバスの中と外を確認して、始業前と同じようにアルコール検査を行います。え、またアルコール検査をするんですか？お仕事中にお酒を飲む人がいないか確認するためなんだよ。念には念をってやつですね。大事なことだからね。検査が終わったらバスの鍵を戻して点呼をして、バスの運転手さんの一日のお仕事は終わりになります。バスの運転手さんって僕が思っていたよりもたくさんのことをなさっているんですね。勉強になりました。それはよかった。それで僕はバスの運転手さんになれそうですか？もう少し大きくなったらかな。いつもみんなね、そうおっしゃるんです。まだ5歳だからね。大きくなったらぜひ京成バスに来てくださいね。わかりました。その時はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんなどうだったかな？僕は夢が叶ったようでとても楽しかったです。次回の京成バスさんでは普段見られないところにお邪魔したよ。お楽しみにね。それじゃあまたね。バイバイ。僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。